この日、鹿屋体育大学に姿を見せたのは、スピードスケートの高木美帆選手です。誰もが知るオリンピック金メダリストが、なぜスケートとは関係なさそうな鹿屋を訪れたのかというと、自転車によるトレーニングのためです。自転車とスピードスケートは使う筋肉がほぼ同じと言われていて、多くの選手が練習に取り入れているそうです。鹿屋市はプロの自転車競技チームもあり、自転車を生かした街づくりに力を入れています。初めてスケート選手を受け入れた関係者は、スケート連盟そのものも夏の合宿とかで環境のいいところを探してまして、それで高木さん来ていただいたっていうことをきっかけに、連盟の皆さんにもその良さが伝われば、金谷含む大隅半島の活用っていうのは十分あるんじゃないかなと思いますけれども。高木選手は今月3日から10日間の日程で合宿を行いましたが、南大隅町や垂水市など大隅中を自転車で巡ったということです。ね、ああいう自転車の専門についていくだけすごいですよね。この日は鹿屋市役所を表敬訪問。中西茂市長からはこんな質問も。橋本聖子さんみたいに自転車でオリンピックっていうのは。そうですね、全く支援では。インタビューにも気さくに応じてくれた高木選手。鹿児島弁で話してほしいというお願いにも、ここの紅はるかはわっぜうんめなってやってるんですかね。鹿児島は私たちスピードスケーターにとってもあまりこうなかなか来る機会がないというか、馴染みのない地域ではあるんですけど、こうやってその合宿に来た時にすごい手厚いサポートしていただけて、気持ちの温かさっていうのを強く感じて、私自身もとても嬉しく思っています。一方、鹿屋にはこの他にも野球少年たちが大興奮のプロ野球選手の姿も。鹿屋で自主トレを行っているのは、今年3月に開幕する WBC 日本代表にも選出されている横浜 DeNA の牧秀悟選手。牧選手の先輩で鹿屋市出身の大和選手、そしてキャッチャーの益子恭介選手の3人です。鹿屋市はトップアスリートが来てくれると交流人口の増加につながるとして、市の施設を無料で提供。3人も普段から自主トレの様子を公開していて、この日は横浜からもファンが駆けつけていました。やっぱりもう山本選手のファンなのだと、鹿屋の方は非常に温かいんで、もう毎日楽しみにして。多い日には1日100人以上が見学に訪れる3人の自主トレ。練習が終わって解散かと思いきや、着替えて戻ってきた3人は、新型コロナの感染拡大防止に配慮しながらファンサービスを始めました。山本さんの周りの方とも接してますけど、すごくこうあったかい人が多いですし、なんせ、食事が進んで、ご飯が好きなんですけど、ご飯がめっちゃ美味しいです。若い子を2人連れてきてますので、本当に練習量も多く、とても充実してます。昨年は本当に2位という悔しい結果に終わったので、今年は、優勝できるように頑張りたいと思います。鹿屋に続々と訪れるプロのスポーツ選手たちを引き寄せるのは、鹿屋の温かい土地と人柄なのかもしれません。